おはようございます。釣り子 TV です。ついに出ちゃいましたね。アシュラ2っていうことで、出ちゃいましたねっていうのは、初代のアシュラね、大好きだったので、で、このね、後ろにもね、説明書きが書いてあるんですけども、2001年春にリリースされたアシュラは、金型寿命が尽きて殉職。ね。ものすごい数を作り続け、そしてついにこのプラスチックを成形する金型がダメになってしまって、それで新しくっていうことなんですね。なので、まあ初代アシュラがですね、もう出てこないっていうことで、まあ中古釣り具屋さんとかでね、状態いいのを見つけることができたら、まあそんなのはもうね、本当手に入れておいた方がいいんじゃないかなということで、ただまあ、金型を全く初代と同じように作るというわけではなくて、そうですね、2001年にリリースされて今2019年ですので、この年月をかけて培ったその技術とかを新しくいろいろと導入して、まあアシュラひっそり金型が変わっていたっていうわけではなくて、もうね、新規でアシュラ2として細かいブラッシュアップをして登場というのが、このアシュラ2ということみたいなんですね。というわけで、まあ早速ですね、買ってきたので開けていきたいと思います。でね、色はね、大好きなアイスシャット、そして価格は1700円ほどで店頭で買うことができますね。裏にね、こう細かくね、もうね、金型寿命をつけて殉職って書いてあるからな、殉職しちゃったんですね。未だにね、初代アシュラのお気に入りの色は使うことが多いので、これからはこのアシュラ2を使っていくことになるかと思うんですけども、でサスペンドモデルね、買ってきました。はい、これがアシュラ2だ。なんかでもいい感じですね。まあ、その初代のここはねっていういいところはしっかりと受け継がれていてね。で、まあ色はね、アイスシャットってね、お気に入りのカラーなんですけども、そこでですね、まあこうリップがちょっと変わったよとかですね、いろいろあるかと思うんですけども、初代ね、アシュラね、見ていきたいと思います。じゃじゃん。はーい、ちゃんとね、大好きなアイスシャットね、持っております。こっちがね、初代アシュラで、こっちがアシュラ2ね。スペック2なんていうモデルもありますので、そういうことではなくて、もうね、金型が一新されて全くの別物のルアーね、進化したよっていうことですけども、はい、両者の違いわかりますか？パッと見た印象ではアシュラ2の方が若干この丸みを初代より、まあでもね、フラットサイドが生かされるようなこう形状っていうのはね、踏襲されているので、頭周りもそこまで変わっていないのかな。長さはもちろん変わってないかなというところで、まあ肝であるね、この小型サイズに3本フック搭載っていうの、これはもちろんね、生かされているということで、大きな違いとしてはどうでしょう、このリップね、このリップの形状が若干ワイドになったかな。こっちが最新型のアシュラ2、これがね、従来の、今まであったアシュラ、リップがこういう感じで、まあでもこのキワキワがエッジが立ったような、この、で、小さいんだけど厚い、このリップの感じは変わっていないですよね。ただですね、もう全然製造の形が違くて、この初代アシュラは別のプラスチックがこう差し込み式でね、付けられている、こう、まあなんていうか、リップを後付けで入れている形状なんですけども、こちらのアシュラ2は一体成形っていうことで、こうボディにつながってるんですよね。こうボディにつながって、こういう形のプラスチックがあって、カチャンってこうね、
組み立ててっていうことで、そこら辺がまずリップは違うのかな、ね、このリップはこのボディを作ってそれにこう後付けでついてくるよっていうね、そういう違いがあるということで、なんかちょっと心配していたって言ったらおこがましいですけども、全然変わっていなそうですね。で、まあ最新の技術がふんだんに取り入れられということだと思うんですけども、この裏にね書いてあるかな、どういう違いがあるのかっていうことでは、未だ他の追随を許さず地位を守り続けてきたことには理由がある、9センチクラスで初の3本フックを採用し、フロントフックをライン絡みしにくい後方寄りに配置しつつ、フック同士が絡まないこと、細身ボディながらローライドアイ開発によってウェイトボールのアイ乗り越えを可能にし、尻尾まで転動すること、横アイの採用でフックポイントを左右均等に配置しフッキング率をアップ、ボディ断面を丸ではなくて、四角にして容積を増やし、サスペンドするためのウェイト増量できたことで自重が増し飛距離がアップ、フラットな側面はジャーク&ポーズ時のフラッシングが強くバイト数が増加、おろそかにされがちであったただ巻きとジャーク性能の両立は、付け根が細くて強度が保てる後差しリップの採用でクリア、他を引き離すための新機能を満載したことで長年トップを走り続けてきたのが、どっちだ、こっちの初代アシュラであるということで、はい、でこっちね、アシュラ2は、でこの後ろの方に説明が書いてあります。オリジナルアシュラと同じ設計でいく選択肢もあった金型リニューアル、しかしこれまで培ってきた開発ノウハウや現在のバスのアジャストすることでさらなる進化をさせるべく異なる設計アプローチを選択、リップの変更で早巻きやややバタついていた部分をナチュラルにし、一瞬こらえての間を含む鋭いジャークを実現した。オリジナルの後出しリップは構造上どうしても必要なボディ内部に入り込むリップと、それを保持する周囲の肉の重さが引き起こす前傾姿勢、さらに構造上必要な左右クリアランスが引き起こすリップの左右ずれに伴う iTune 不可避な泳ぎ、それらをセッティングを極めた一体成型リップで直進性を高め、浮き姿勢は水平寄りに、固定ウェイトも丸玉から低重心板状ウェイトに変更し、ただ巻き安定性とロールからの復元力がアップ、フックはショートバイト対策でヘビーからレギュラーワイヤーに変更、オリジナルの高性能を引き継ぎつつ現代のバスを取るための新性能を上書きし進化させたのがアシュラ2であるということでね、アシュラ2、なるほど、その2001年当時はこの後出しリップっていうのがポイント、これによって今までのミノーとは違った、まあバーンってこうね1枚貼り付けるのとは違った性能をこう狙っていったんだけども、まあそれをやることによってここら辺を後差しのリップが壊れないようにちょっと肉厚に作って、だからちょっとだけ前傾姿勢なんだよなんていうことだったんですね。まあ全然自分なんかほんと気づかずに快適に使っていた話だとは思うんですけども、それをここを一体成型にすることによってで強度は、こっちよりちょっと頭は軽くなったけど強度がある、でこの新しいリップ形状、まあ微妙に変えたリップ形状によって前傾姿勢っていうよりも、まあ、ちょっと頭、そうですね、初代よりちょっと太めなのかなと、ここら辺の感じが思うので、これによって水平に近い状態を演出することができる、これに あとはこのリップの形状と合わせてより左右へのジャークがキレッキレなジャークができるようになったよっていうことみたいですね。この小さな頭周り、まあ小さいルアーですからね、そんなちょっとした秘密の違いっていうのがあったんですね。へー、
勉強になりました。というわけで、まあ、どんどん使っていこうと思うんですけども、使いどころ出しどころ、まあ一年中釣れるんですけども、アシュラを一番使っていたっていうと、春先の霞ヶ浦かなーなんていう記憶があるんですけども、でこれの後バルナーですとか、その他いろんないいミノーが出て、まあ2001年に出たミノーですからね、その後の、いろんなミノーを使い込んでいって、一時使わなくなったりもしてたんですけども、なんやかんや釣りにかかる時はやっぱりこのアシュラのこのボディサイズ、そしてショートバイトも確実にかけるこの3本フック仕様、これがねやっぱりね、だから未だにこれ、あ、まあ、これと、まあ、これもよく釣ったな、現役ですみたいな感じで常にね3本4本はね、あのストックしてあるんですけども、でさらにこの初代が買いづらくなるですよねっていうことなんで、まあ中古ね釣り具屋さんタックルベリーなんかでいい綺麗なもの見つけたら、もうねどんどんウォンテッドしていこうかななんて思うんですけど、まあこれからはこの2があるんでね、2であの最新の綺麗な色買っていけばいいんですけども、そういう感じでよく見ていくと、まあちょっとした、まあ、使いやすさをアップするための変化っていうのがもたらされてるよっていうのがこのアシュラ2みたいですね。じゃあ改めてねアシュラ兄弟また見ていきますと、これでね結構小型サイズだったんですけども、最近はこのドゥルがねいますよね、マグネット重心機構が入った、そして小型なドゥルガがいて、そしてバルナね、近年使うことが多くなったのはこのバルナかなっていう、ちょうどいい大きさで、まあブラックバスも狙えるし、シーバスもめちゃくちゃ釣れるし、でベイトでも投げ、まあこれもベイトでね投げやすいんですけど、よりベイトで投げやすいしね、で普通のミノーよりもちょっと思ってる1段下のレンジを探りやすいっていうことで、アシュラ兄弟の中では格段にこいつが、ね、使う頻度が多くなってきております。そして一番上のサイズが、はい、ルドラーねー、まあ、ルドラもねブラックバスシーバス問わずよく使いますが、こういう感じの今、兄弟になってくるんですね。まあ、ここがこう初代アシュラがいたんだけどもっていうことで、で各ミノーにフローティングとかサスペンドとか、あとは固定重心のものとかね、ほんとね、あ、このアシュラシリーズもめちゃくちゃ幅広いラインナップが広がっておりますが、自分は結構サスペンドを買うことが多いですね。サスペンドのスプリットリングとかを軽くしたり、真ん中の針をなくしたりして、フローティング気味に持っていったりとか、はたまた重りを張ったり針を大きくして、激デッドスローシンキングにしたりとかね、そういうまあ中間取りやすいんで、サスペンド、これもね全部サスペンドですけど、海用もサスペンド使ってるしっていう感じでですね、集めております。まあ、今日のテーマはねこのねアシュラ2なんで、ここら辺を使ってちょうどね、夏の暑い時期もだいぶ終わりに差し掛かってきて、これからその活発にね暑いって言ってたバスが、餌を盛んに追い回すね秋の荒食いシーズンとかね、そのちょっと手前のやたらプラグで釣れるシーズンとかね訪れますんで、そんな時に使いたいのと、来年になったらまたね春先のミノーの釣りなんかもねやろうかなっていう感じで、まあ今最近で言うとここら辺のね、そうですね、バルナとか、あとは、まあ、今年これもね結構小さいながらすごい飛ぶんで使っていたんですけども、新しくねせっかくアシュラ2っていうことでこのね往年の名作が、なんだろう、リバイバルして大復活っていう感じかななんていうふうに思うので、これの、投げる回数も増えてくるかと思います。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はですね、こちら初代アシュラ OSP の金型が寿命を迎えたよ、その後に劇的に復活して登場した新しい金型で作られたアシュラ2、これを1本買ってきてみたいと、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。